はい、ありがとうございます。パーソナルブレイクでゴマさんですね。ローマ字でゴマさんですね。はい、プロデビューのホビーですね。いや、お待たせしました。よいしょ。ちょうどあのね、NBA のモンスターボックスとプロデビューのホビージャンボ重なって、プラス、プリステのグループブレイクがね、まあ、8スポットだったら早かったんですけど、ね、48スポットで募集したので、まあ当分30スポット以上はないかなと思いますので、でようやく少しは落ち着くかなという感じですね。よし。まあボークロのね、あのホビーはミニボックスランダムで、ちょっと高いな、これか。はい、やりますんでね、ぜひそちらもお願いします。じゃあ、レギュラー系はね、届きましたら、もうキラキラしてる。お、お、筋肉だ、いきなり。はい、ベース系は届きましたら、2箱、あ、1箱か。ね、あの、ベースと、あと、クローム系と、はい。まあ、その辺は分けておきますので、あと、インサートですか。ひっくり返ってますね。あ、オートですね。はい。ワールドレップさん。まあ、多分ベースでバリエーションとかそういうのあったら多分ひっくり返ってると思いますので、まあ一応あの届きましたらご確認いただいて、でシリアルもまあ今年のメジャーリーグ同様ね、シリアルもバリエーションありますので、まあ普通のシリアルかと思ってもまあ裏見たら番号違うとかもありますので、リーフですね。ザネットル君どうなんだろうね。去年のボードラだったもんね。はい。お、クロームひっくり返ってるな。あ、オートなってる。よいしょ。お、リフオートだ。99。はい。ファーメロさん。ですね。マリナーズの一巡だ。おー、うん。はい。99シリアルですね。この辺出るとね、だから、まあ、クローム系で出るか、紙系で出るかは、もう、運次第というところなんですけど。はい。イライジャー・グリーンの99ですね。よいしょ。グリーン。グリーンのグリーンさん。うん。ランクフォードとかもちゃんと入ってんだな。デラウターさんね。これはインサートですね。キングフェリックス。ワルドロップさん。ウォルドロップか。ウォルドレップ。うん、はい、ロビーさん。オートですね。はい。よいしょ。今日発送間に合うな。よいしょ。はい、エックスフラクターですね。ウォルコット。サラス。サラスも早ければ来年上がってもう RC つくのかどうか、つかないか。まあちょっとね、ランゴホーズとかあの辺はまあちょっと特殊ですよね。もうメジャー選手としてのキャンプで春に入ってるんで、それでルーキーカードになってる。
お、またクロムかねえ、ダリアさん。おお、キンクロム。はい、これは今度はフリーエージェントですね。ベネズエラの選手だ。おー、はい、すごいね。もう一個ひっくり返ってる150。これはシリアルですね。あ、コリンフックンだ。はい。おお、すごいね。ミニダイヤモンド、通常のと3入りが出て、99の SP ルーキーのクロームオートも出て、すごいね。お、スケインズのリーフキマンね。よいしょ。いや、クロームが2枚オートでね、しかも99の SP のルーキーオート、ルーキーっていうかね、プロスペクトオートとミニダイヤモンドのゴールドオートですからね。これかなり貴重でしょ。これ99からなんじゃないのね。え、この感じですね。紙が2つ、クローム2つでリフ99と50。これ大きいよね、多分ね。え、ジョニーなんだ、はあ、人気でそう。はい、じゃあこちらで今日は発送します。またチャレンジしてください。ありがとうございました。